ね、あの帰ってっちゃった方のウルトラマンなんですけど、はい、こんにちは。今日は、1971年、帰ってきたウルトラマンのお話、第33話、怪獣使いと少年、ウルトラマン好きの方の間ではね、もう超有名なね、名作の一つなんですけど、ある時ね、メイツ星人という宇宙人がね、地球上のね、気候とかね、風土とかそういうのをね、調査しにね、宇宙から来てたんですよ。で、その時に、子供がね、怪獣に襲われそうになって、で、それをね、助けるんですよ。で、怪獣もね、その、念動力とかいうのを使ってね、地面にね、封じ込めちゃうんですよ。どうした？じゃあ、座ってね。よし、わかんない。で、まずその、子供が佐久間亮君っちって、北海道からね家族でねお父さんのね就職の関係で上京したみたいなんですよ。まあその後いろいろあったんでしょうね。でお父さん蒸発しちゃったみたいで、でまあその後にまあお母さんも亡くなっちゃうと。まあ本当に一人ぼっちにね天涯孤独になっちゃう亮君、だったんですよ。でそれでまあそういうね怪獣に遭遇しちゃうっていうどうなんですけど、でその時ねもう体も衰弱してた、本当に死にかけてたみたいで、それでまあメイツ星人はしばらくまあ一緒に亮君と暮らし始めるわけなんですよ。メイツ星人もねその地球に来てるってことで、もう光害とかねスモッグ、まあ当時ね結構そういうのいろいろあったんですけど、空気が汚れてて地球は。メッセージも体がだんだんね衰弱してボロボロになっていくという、とうとうねメッセージもこの宇宙にね帰れなくなっちゃうと。宇宙船ねその地面にねその怪獣埋めた時にね宇宙船も一緒にねとりあえずはまあしまったんですよ。だけどもう体はボロボロだからね、もう宇宙に帰る準備も何もできない状況までなっちゃってると。そこで亮君はそのメッセージの代わりにね土を掘ってね、スコップで土を掘って宇宙船をとにかく掘り出そうと、そういうことをやってるんですよ。でその途中にまあ町のねガキ大将集団がいろいろな亮君をねいじめたりとかいろいろしてね、まあそこでいろんな事件が起きるわけなんですけど、その町にね買い物に行くわけなんですよ。でパン屋に行って食パンくださいって言ったら、あんたに売ると後でごちゃごちゃ言われるからみんなによそで買ってよっていうふうにね店のおばさんが言うんですよ。これで売ってくれないと。で背中丸めてねそのしょぼしょぼ帰る途中にそこのパン屋の娘さんがね売ってくれるんですよ。だから、まあ、同情なんかしてもらいたくないなって、りょうくんは言うんですけど、その、パン屋の娘さんがね、同情なんかしてないわ、つって。パンを売るだけよ、つって。私パン屋だもん、つってね。そこのね、シーンがね、またいいんですよね。宇宙人じゃねえかと。なんか超能力を使って悪いことするみたいだと、なんて。ほんじゃ、みんなでやっつけに行こうなんてね、町のね、その、商店街の人とかいろんな、人がね、もう集まってみんなやっつけに来るわけなんですよ。まあそこへマットのねゴーが助けに入るわけなんですけど、でそのメイツ星人もねもう体ボロボロでねいつも寝てる状態だったんでしょうね。もう、でリョウ君をこう石投げられたりとかね、お前は宇宙人だどのこうのだなんて言われてる時に結局出てきちゃうんですよ。で、メイツ星人は、いや、宇宙人は私で、リョウ君は私を、看病してくれてるだけなんだって言ってね。だからもうみんな、こんな親父がで、親父とか、まあ、人間のね、格好に、老人みたいになっちゃってるんですけど、人間の格好にね、変身とかね、ちょっと仮の姿になってるもんですから、もうそんな、じいさんが、よぼよぼのじいさんがね、出てきちゃったもんね、みんなびっくりしちゃって、うわ、あいつは本当は宇宙人だなんて言って、やってて、そしたら警官がね結構発砲しちゃうんですよ。そこで死んじゃうんですよ。そしたら
メッセージが死んじゃったもんで、ね、念通り封じ込めとったね、念通り息が切れちゃって、怪獣が再びあの地面からこう地中からね現れちゃうと。で町を攻撃したりいろいろするわけなんですよ。ほんだらもうそのリョウ君をねいじめに来たその町の衆たちがね、あのゴーに「お前マトだったら怪獣なんとかしろよ」とか言って言うわけなんですよ。結局怪獣をね封じ込めててくれたそのメッセージも結局殺し合って、自分たちが原因で怪獣がまた出てきちゃったのに、で怪獣出てきたら自分たちのことは棚に上げて、お前マットだからなんとかしろって、まああんたらの責任で怪獣が出てきたのに何言ってんだみたいな、まあいろいろ心の中でね、まあ怪獣だからねゴーもウルトラマンに編集してねあのやっつけにはいかんっていうのもあるんですけど、まああんた何言ってんだ、町の人は何言ってんだ、自分勝手なんてね、まあその辺のね心の葛藤がねあるんですけど、うん、まあそこでね、まあいつも通りウルトラマンになって、まあ、怪獣を無事やっつけるんですけど、これね全部話しちゃうとねものすごく長くなっちゃってね、本当いいお話なんですよ。俺で何が言いたいかというと、もう今のねこのいじめが起こしてるね今だからね本当に見てほしいお話のね本当に一つです。僕も子供の頃ねこれ見ててねやっぱりいろいろ感じたのこといっぱいありますしね、で自分の子供が小さい時にもねもうこう見せたこともありますし、ね、本当にいじめてる人とかね、いじめられてる人とかにもね、とかにも、両方の人にね、なんか、見てもらいたい作品ですね。まあ、いじめてる人はね、いじめてるなんて思ってないのかもしれないけど、まあ、なかなかね、全部話しててもこれね、止まんなくなっちゃうんですよ、これ。うん。そのくらいね、見た方が、一生の間にね、一回はね、見てほしいね、ドラマのね、一つです。うん。1971年、帰ってきたウルトラマン。まあ今日ね、これ帰っていっちゃった方のウルトラマンですけど、まあ、一緒にいますけど、1971年、帰ってきたウルトラマン。第33話、怪獣使いと少年。うん。これはね、見ないと、損というか、ものすごい心の栄養がね詰まってるドラマですから絶対見てね、うん、ビデオねレンタルで置いてないかな、でもまあ名作ですからね、ひょっとしたらレンタルにもあるかもしれない、うん、でまあ最近ね DVD も結構ね安く出てますから、買ってもね買ってみても絶対ね損しないと思います。で今ね小さい子供ねがいるお父さんとかお母さん、そういう人にもぜひ見てもらいたい。でちょっと僕いじめてる側かななんてね、君ちょっといじめてるかも、誰かをいじめてるかもしれないと思ってる君で、いじめられてるよ僕はみたいな、いじめられてる君、うん、一回見て、うん、なんか残るから、うん、見た後にね絶対ね変わってると思うよ、うん、ぜひ、ね、うん、これ、うん、帰ってきたウルトラマンね、怪獣使いと少年、もうおすすめの一本です。では。